チのゾアは未知の動物によって作られたフラスコ型の有機質の殻を持つ海洋性微化石のタクソンである。古生代の中頃に一般的で世界中のあらゆる種の海生体積物にわたって広く見られる。大きさは最大で数ミリメートル程度。分布が広く進化も早いため市順化石として利用できる。その異様な形態から 生態の復元や分類学的位置の推定は困難であった。1931年の発見時には、原生生物、植物、菌類のすべてとの類縁関係が考慮された。顕微鏡の改良によって、その微細構造の理解が進み、海洋生物の卵、または陽性であることを示す証拠が多く得られている。生態に関しても議論があり、 海中を浮遊していたとする説や他の生物に付着していたとする説などがある。ほとんどの種は特定の環境条件に特化しており、そのような条件のもとでは最も卓越した生物となる傾向がある。季節によっても個体数の変動がある。大きさは50から2000マイクロメートル程度。光学顕微強化ではほとんど不透明で黒く見える。化石表面には毛状。 臨場、突起状の装飾がよく保存されており、これはチャンバーと同程度の長さに達することもある。装飾された領域とその複雑さは時代が下るにつれて増大するが、生物体の大きさは逆に縮小する。つまり、オルドビスキ初期の大型種は滑らかな表面を持っていたが、オルドビスキ中期からは装飾の大きさと多様性が増大し、空洞を持つ付属物も,も、 明瞭に現れる。短い付属物は一般に中軸構造だが、大型の突起物は中空である傾向があり、最も大きなものでは内部構造がスポンジ状になっていた。しかし、中空の付属物であっても生物体の内壁には対応する跡が存在せず、この付属物は外壁から分泌されたか、単に付着していただけだと考えられている。 体壁が何層から構成されていたかについては、議論がある。内壁に層植物を持つ3層構造との報告も、あるが、一層しか見られない標本もある。体壁の層の数は、生物体の構造を反映している、可能性もあるが、単に化石の生成過程に由来したものの可能性も、ある。オーラルポールロンギチューディナルアクシスアパーチャーコロレット、ネックショルダーフランクスベーサルマージン。 ベースはボーレルポールトランスバースアクシスオーラル、チューブチェンバージェンキンスによる基地のゾアの形態に関する、用語、未成熟の個体や様体は発見されていない。これを説明する仮説として、そもそも、成長を行わない、脱表を行う、化石化する部位が成長後にしか形成されない、等の説が考えられている。ほとんどの個体は単独で発見されるが、 後部と底部で砂上につながったからもすべて覗くにおいて報告されている。非常に長い鎖は螺旋状となる傾向にある。稀に海上または圧縮された砂上の個体が有機質の眉に包まれて発見されることがある。等加工で撮影された画像。細部の識別は上の電子顕微鏡像の方がはるかに容易である。アルフレッドアイゼンクによる 記載当初は形態に基づいて三棚な属に分類されていたが、その後も毎年のように新な族が同定され続けた。新たな族の発見と顕微鏡の発展によって、1931年に発表された最初の分類体系はより洗練されたものとなっていった。1970年代には操作型電子顕微鏡の発展によって、同定の鍵となる表面の装飾が、 はるかに詳細に識別できるようになった。この時点では、光学顕微鏡像でさえも、保存状態の悪い標本や、古い型の顕微鏡を利用していた頃のものと比べると、はるかに、高品質となっていた。アイゼンクが最初に提唱した酸化は、当時において利用できたデータを用いたもので、主に砂業個体のウムやチャンバーの形態に基づいていた。後に、この分類は、類似した。 分類群をまとめることで、輪廻式分類により適合するように改定された。これが可能となったのは、科学の進歩によって、アイゼンクの分類群全体にわたって、特有の形質の同定が可能となったためである。現在では、底部と頸部の形態、トゲの有無、穴の有無、連結構造の有無が、最も同定に有用な形質と考えられている。アルフレッドアイゼンクは、当初、 類似したキチン室の殻を生成することを根拠として、基地のドアを有核アメーバの一種であると推測した。だが、殻の科学的組成が異なることと、原生の有核アメーバはほぼ炭水産で、生息環境が全く異なるという相違点があり、彼は年内にこの考えを撤回した。オバットは、この生物は現在、クロムアルベオラータとされているようなウズベンモーモに似た、炭細胞。 植物であると主張した。しかし先に述べたように、基地のアの棘などの付属物は、生物体の外側から取り付けられており、このような構造を実現できる細胞機構を有するのは動物のみである。さらに眉のような構造に関しては、植物界からは類似したものが発見されていない。筆石の化石筆石は、有機質の殻を持つ、軍隊性生物の化石であり、 やはりオルドビスキからデボン期に算する。その生活感や繁殖様式については未知の部分が多い。キチノゾアは筆石の繁殖後に新しい軍隊が形成されるまでの間の段階のものであると提案されている。筆石とキチノゾアが共に産出し、一方の産出量がもう一方の産出量を反映していることもこの仮説の根拠とされている。 両者の化石は類似した化学蘇生を持つが、これは仮説の賛同者と批判者の両者から注目されている。仮説の賛同者は類似した化学蘇生を有することはこれらが関連している証拠であると主張する。しかし批判者は、筆石を母ンから抽出する際の処理によって偶然にも類似した化学蘇生を持つ基地のゾアが同時に抽出されてしまっているだけだと主張する。 批判者の主張に従えば、両者が同時に算出するように見えるのは、人為的に化石を処理することで発生する、単なるアーティファクトに過ぎないということになる。また、デボン期中期を過ぎると、筆石の算出は稀になるが、基地のゾアは算出し続けるということもこの仮説の難点である。専毛虫の一グループである優償専毛虫のシストの形態から、 キチノゾアとこの群との関連が提案されたことがある。複足類の乱納キチノゾアの殻は全体が一体となっており、回転部や可動部はない。この点から見るとこの殻は単なる容器であり、休眠状態にある生物、またはシスト化した生物、または乱壊などの内容物を守るためのものだと推測できる。関係動物や複足類とキチノゾアとの関連については、 議論があるが、この両グループが終練進化によって、基地のゾアのような形態の卵を生み出すようになっていたと考えることも不可能ではない。つまり、螺旋状に巻かれた基地のゾアの鎖からは、複足類のような螺旋構造を持つ生物との類縁関係が推論されてきたし、この推論が正しければ、螺旋状でない鎖は、関係動物のような生物に由来する可能性がある。 近年、南アフリカに位置するオルドビスキの化石鉱脈であるスーム結岩での調査によって、基地のゾアと共に様々な生物が発見された。基地のゾアを生み出した生物が化石化して残るような部位を備えていたとしたら、その生物はスーム動物群に存在しているはずだと考えられた。注目すべきことに、この結岩からは、複足類も筆石も発見されていない。 産出した生物のほとんどは様々な理由から除外でき、候補として残るのは多毛類、プロミスサム族のこのドンと直角外類である。しかし、基地のゾアとこれらの群が結びつけられているのは単なる状況証拠によるものに過ぎない。これらの奇妙な生物がどのような生活を送っていたのかは、自明なことではなく、ある程度は推論に頼るしかない。 化石が海洋性堆積物からしか産出しないため、古生代の海洋に生息していたことは、ほぼ確実とみられる。一般的に、海洋生物の生活環境としては、以下の三つが考えられる。化石が、しばしば堆積物の流れに沿って見つかることから、海底に固定されていたわけではない。つまり、埋在性という可能性はすぐに排除でき。 水中を落ちてきたことが結論付けられる。基地のは表面の装飾がヒントとなるかもしれない。個体を大きくすることで捕食されにくくする防御目的のものだったということも考えられるが、突起によって海底に付着していたと考えることも不可能ではない。しかし殻の密度が低いことから、この可能性は少し考えづらく、他の生物に付着していたとするのがより辻褄の合う解釈である。 また、長い棘は個体を水中に漂いやすくする効果もある。このため、少なくとも、長い棘を持つ基地のゾアはプランクトンだったと考える、ことも可能である。一方で、数種の基地のゾアは、水中を漂うには、殻が厚く、高密度すぎるとも考えられている。他の生物との相互作用に関してはあまり知られていない、ものの、数種の殻に見られる、小さな穴は、 基地のゾアに寄生する生物が存在した証拠だとされている。これらの穴のうちのいくつかは、高鉄鋼の属性作用による分解に近するアバタ模様であると再評価されたが、基地のゾアの実体が詰まっていたであろうチャンバーの周囲に円筒形の穴が密集していることは、これが生物由来であることの証細だと考えられている。グロースリングスインコールズキャンディーエ A デイリーレゾリューション。 ゴットランドで発見されたサンゴに着いた地ごとの成長林を有するものがあり、ここに取り込まれた基地のゾアを調べることで、季節ごとの個体数変動が調査されている。個体数のピークは晩秋で、個体数が最大となる日は種によって異なる。同様のパターンは、現在の熱帯性動物プランクトンでも観察される。また、生活環境の多様性は、水深と岸からの距離にも反映されており、 個体数がピークとなる水深は種によって異なる。一般的には岸から4 0トル以上離れた深い水域で豊富に見られたものの、数種は非常に浅い水域を好んでいたようである。全体的に見て基地のゾアは濁った水域や岩礁には少なく、これが堆積作用の影響でなければ、生きた基地のゾアはそのような水域を避けていたということになる。浅い水域では、 基地のゾアは稀になるが、この逆は必ずしも正しくない。淡水の混じる水域では生存できなかった。1930年にアルフレッドアイゼンクがこの分類群を認識し命名してから、基地のゾアは生創女学においてオルドビス期、シルル期、デボン期を通じて非常に有用な指順化石であると証明されてきた。これは個体数の豊富さと その形態的進化速度の速さが理由である。最も基地のゾア個体数の多い体積物には 1g あたり1000個体が含まれているし、容易に同定が可能で、ほとんどの種の生存期間は比較的短い。分布域が広く、多様な海底体積物から発見されることも関連付けを容易にしている。さらに良いことに、基地のゾアはかなり強い変成作用を受けた。 岩石内でさえも識別可能な形で残存していることがよくある。しかし、類似した環境条件での形態的修練進化は、時間的、空間的に大きく隔てられた種のご同定につながることがあり、このような場合に二種が同種だと解釈されれば、明らかに大きな問題を引き起こすことになる。このドントと筆石に関する詳細な研究によって、 それらの相除学的利用可能性が明らかになる1960年代後半までは、古生代の相除年代を特定する上で、基地のゾアはアクリパークを除いて唯一の信頼できる手段であった。ありがとうございます。